はい、東京都墨田区の皆様にですね、まあお知らせがあります。関節がですね、まあ緩んでしまっているような感じがする、ゆるゆるする、ぐらぐらする、なんか安定しないっていうふうにね感じている人たちがね、たくさんおられると思うんですけども、これはまあ気のせいではなくてですね、実際にそういうことが起きている。関節の奥にはですね、靭帯で、まあそれがグラグラしないようにね、まあ、ネジの役割をしている靭帯があるんですが、これが、まあ緩んでしまっている、まあ、伸びているのとはちょっと違って緩んでしまった状態をキープしてしまっているのを私が見つけました。で、原因としてはですね、まあ、自分が生まれた時、出生の時ですね、あと女の人の出産の時、手術以外でもこうそうなんですが、麻酔を受けた時で、まあ、事故をした時で、強いですね、まあ、精神的な苦痛を、ね、受けた時に、まあ、脳が誤作動を起こして、そのネジの役割である靭帯が緩んでしまった状態をキープしてしまう。でそれを今度は別の回路では緩んだままだと困るので筋肉を硬くしたりして守りなさいというそういうシステムが働いてしまう。で、まあ、何をしなければいけないかというとですね、まずネジを締める、靭帯が緩んでいるのを脳に対して締め直すという作業をして、今度は守っている緊張なので、これは揉んだりね、さすったりしても取れないので、また脳にですね、もう守らなくていいんだよという信号を送り返すという、まあ、2段階の施術が必要だということを見つけました。まあ、世界でも日本でもね、ほとんどない、やっている人はほとんどいないと思うんですが、本当に皆様にね、これこの問題が長い長い不定愁訴をね生んでしまっていると考えたら、もう本当にこれね、絶対的に治さなければいけないと私は思っています。ぜひね、日本だけじゃなくて、東京だけではなくて、日本だけではなくて、世界中にねこの現象を知らせたいと思って動画を撮らさせていただいています。ぜひね、早めに当院においでください。